昔、うんうん、小学校ぐらいの時に、うん、本、絵本みたいなもので、あ、王様シリーズっていう本まで覚えてる、はい、僕の王様シリーズかな、王様シリーズ覚えてない、なんか、あー、なんかあったね、あったね、ある国の王様、すごい懐かしいこと、すごいわがままな王様が主人公で、取り巻きの大臣とか、あったあった、そんなの、兵隊とかに無茶な難題を言って、うん、あの困らせるみたいな、あー、めちゃくちゃ懐かしい、ヒゲ生えたさ、わかるわかる、あったあった、うん、今結構好きで読んでて、思い出しては、うん、あの卵焼き、うん、卵料理、目玉焼きと卵焼きが、なんかそうそうそう、すごい好きな王様で、うん、それで象の卵を持ってこいとか、なんか見てる人なんだけど、はい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 、そのシリーズの本で、うん、俺未だによく覚えてるのが、うん、こんな話があって、うん、ある日王様が、うん、城をまた走り回ったりして、うん、一人で遊んでた時に、うん、鶏小屋があって、はい、で見ると狭い鶏小屋にぎゅうぎゅう詰めで鶏がいたから、うん、こいつらかわいそうだな、はいはい、外で遊ばしてあげようと思って、うん、鍵を開けて、うん、ドアを開けたら、うん、鶏がバーって逃げてきて、うん、お城中に鶏が入ってきて、はい、大パニックになって、うん、で大臣とか、うん、兵隊長とかが、うん、こんなことしたら誰だということで、うん、犯人探しが始まったのよね、はい、でもみんなさ王様がやったなんて思ってないから、うん、誰だ誰だって、王様 も、うん、もう自分でやったのバレたらまずいと思って、うん、犯人を絶対捕まえろみたいな嘘をついてね、はい、で、うん、全然関係ない冤罪の兵隊とかを、うん、お前だろって仕立て上げて、うん、牢屋に入れて、うん、でこれでよかったよかったって城中はなったんだけど、王様が一人で部屋に戻った時に開けた鶏小屋の鍵を間違えて持ってきたことに気づいて、これを持ってると自分が来たとバレるということで、うん、窓から捨てるんよね、はあはあ、証拠隠滅でね、うん、でもう大丈夫だと思ったら、うん、後ろで一匹の鶏がその一部始終を見てたのよ、はい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 、で王様はお前このこと誰にも言うんじゃないぞと思って、その鶏を殺してしまうのよね。で、夜ご飯に卵が出てきて、うん、今日王様鶏が逃げて1羽しかいなかったので、うん、卵1つだけですって出てきた目玉焼きを夜ご飯で王様がナイフとスプーンで割ったら、その目玉焼きから犯人は王様だっていう鶏のメッセージが漏れてきて、それで大臣とかが王様どういうことですかって言って、王様観念してクソ、あの鶏目卵に気持ちを吹き込んでたなみたいな感じで、冤罪で捕まってた兵隊が出てきて、ホラー王様みたいな感じで物語は終わるのよ。はい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 、はい、この話さ、あめちゃくちゃ怖くない？まあ怖い。これはね、怖いなんかね、子供向けの本なんだけど、うんうん、言い知れぬなんか怖さをあるすごく感じるからね。まあまあ童話、何か作者は単にそういう話だ、うん、嘘ついたら結局バレるよっていうことじゃなくて、うん、他になんか教訓めいたものを、うん、この物語に隠してる気がして、はい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 、ただ、うん、それが何なのか、全くわからない。そこが分かったっていうことじゃない。当時からなんか怖い話だなって、あ。これは怖い、怖い話かもしれないな、もしかしたら。古いとしてはね。なるほど。はい。